アクリフラビンとは、極所消毒薬の一つ。別名トリパフラビン。オレンジ色や茶色など累積色の粉末、結晶である。エタノールや水に、南洋、エーテル、クロロホルムには、ほとんど不要。水溶液は酸性を停止、傾向を放つ。アクリジン色素の殺菌作用の研究から1917年に、発見された。目や吸入において有害である。 色素として、皮膚を染色するほか、刺激を与えることがある。市販薬はよく、プロフラビンと混合されている。市販薬として、主樹の名称がある。ドイツの医学研究者、パウル・エールリヒによって1912年に発見され、第一次世界大戦中に睡眠病に対して使用された。アクリジンから分離され、塩酸塩の形態では基本型よりも刺激性が増す。 抗菌力が強く、多くのグラム陰性菌、グラム陽性菌の両方の細菌に効力があり、特にリン菌、ウェルシュ菌、連鎖球菌に有効である。このことから殺菌剤、防腐剤、抗菌剤として用いられる。干渉魚の外部新菌症の治療にも使用される。また、酵母などの微生物の取得黒無形に関する細胞質遺伝子の突然変異誘導源ともなる。 豚単独のワクチンとして、アクリフラビン耐性弱毒性ワクチンが存在する。他、レニウムの検出にも用いられる。ありがとうございます。